ドクター・リーが戻るとの知らせを受け取った。君の考えでは彼女はどれほど協力的なのかね。もし協力的でなかったら危害を加えるつもりか。それは絶対にない。彼女自身の偉大な発明の一つを復活させることも含めて、ドクター・リーには遠大な計画を用意している。我々が最もしたくないのは金の卵を産むガチョウを殺すことだよ。ドクター・リーが月次第プリドゥエンで彼女を取り調べることになるだろう。この10年間インスティチュートの影響下にあったのだ。危険を犯すことはできない。それはそうと、君は他にも重要な情報の一部を持っているようだな。プロクター・イングラムが熱心に待ちわびているぞ。すぐに彼女のところに持って行ってくれたまえ。ナイトよ、今回も悪い印象を与えてはいかんぞ。では下がりたまえ。勤務時間外になったら、あのソールズベリーステーキ。どうぞ。ホロテープはあなたのものだ、プロクター。中身にそれだけの価値があることを願うよ。ありがとう。それはそうと、まだ体がつながってるようで何よりだわ。何しろインターセプターがどんな効果をもたらすのかはっきりしてなかったから。生きて戻るとは期待してなかっただろう。シグナルインターセプターのような装置は私にも専門外よ。うまくいけばいいとは願っていたけど、理解の及ばないテクノロジーを信頼するのは難しいわ。理解の及ばないテクノロジーといえば、このホロテープはプロクター・クインランに渡しておきましょう。何が記録されているのか分かるのが待ち遠しいわ。ここから何が見つかることを望んでるんだ。インスティチュートにとって誰にも知られたくないことであれば何でも。結論に飛びつく前に、クインランのスクライブが何を取り出せたか見てみるとしましょう。インスティチュートが全データを厳重に暗号化したのは間違いないわ。解読するのに少しばかり時間が必要ね。後で成果を見てみなければ。奴らのメインフレームから奪ったものについては今は何とも言えないわ。それとは別に一つ仕事があるの。確かに新しい計画のために進んで手を汚す君の熱心さは買うわ。で、マクソンからどこまで聞いているの？あの人は何も教えてくれなかった。それも道理ね。このことは適切な時が来るまで秘密にしておくよう努めているわ。さあ、ここよ。コウモリみたいに目が見えないのでなければ、マーマスの上に砲台を作っているのにさすがに気づいているでしょ。マクソンとケルズはインスティチュートに接近する際に状況を変えられるものを探しているわ。プリドゥエンは大きな獣になるかもしれないけど、戦闘用には作られていないの。そこで新しいプロジェクトが始まるわ。パーツでいっぱいのこの保管庫はリバティプライムの残骸よ。BOS はキャピタル・ウェイストランドでエンクレイブ用の武器としてそれを使ったの。それは BOS が今まで所有した中で最新鋭のロボットよ。不幸にもリバティプライムは任務中に破壊されたわ。元通りにするのにここ数年の大半を費やしたの。簡単だと思うなら目隠ししてプロテクトロンを作り直してみて。リバティプライムを完全に使えるようにするには助けが必要よ。助け？ロボットの修理方法なんて知らないよ。修理方法をスクライブに残しましょう。探し回ることになるから。ところで嬉しいことにプライムのパーツの大半が完全に組み立てられたわ。悪いことに再び使えるようにするにはかなりの数のリベットとスポット溶接が必要よ。まず問題なのは CPU よ。壊れやすくて給電しようとするたびにヒューズが飛んでしまうの。どうしてそんな電力で CPU のヒューズが飛んでしまうんだ？リバティプライムには非常に複雑なパワーシステムがあるわ。爆発の際にシステムの大半は損傷を受けたから、自分でパーツを見つけようと暗闇の中作業しているの。幸運なことにドクター・マジソン・リーを説得して
BOS に戻らせることができたわ。彼女は10年ちょっと前にリバティプライムの初期の建造チームにいたの。彼女に話しかけたことがあるけど、なぜかプライムに従事するのを躊躇していたわ。彼女が本気でパワーシステムに手を貸してくれれば、そのでかいやつを動かすことができるのだけど。BOS の全ての兵士に次ぐ。まだ従者指導の任務を割り当てられたことのない者は、ドクター・リーがBOS に戻るとは思いもしなかった。でも、繰り返す。過去のことを語るために、まだ指導任務に割り当てられたことがない者は、ブリッジに来るように。提出したかった資料があるのか？それとも、調査パトロール隊に協力するためにここに来たのか？技術資料を見つけたよ。これはかなり期待が持てそうだぞ。間違いなく、この類の仕事のコツが分かっているな。約束していたキャップだ。連邦にはこれら技術資料がほぼ無限にある。それを忘れるな。パトロール中は全ての建物をくまなく調べるんだ。そうすれば大喜びするようなものが見つかるかもしれない。新兵たちのことが心配だ。若すぎるし未熟すぎる。失礼しますが、ドクター・リー、ここでリバティプライムの研究をするように説得してくれれば忘れられる。どうして気が変わったんだ？気は変わってないわ。 BOS に戻ることを約束した一方で、当事者としての責任を果たした。まず最初にどうしてそんな約束をしたのか思い出させる必要があるか？いや、その必要はない。プロクター・イングラムにスクライブを準備するように言って、リバティプライムをオンラインに戻すにはかなりの研究が必要だけど、やり遂げてみせるわ。まさかドクター・リーが BOS に戻ってくるなんて。イングラム。うん、研究は順調なスタートね。そうでしょ、ドクター。そう願うわ。プライムはメモリーコアへの重大な損傷を受けている。みんながもう少し気にかけてくれればいいのだけどね、プロクター。幸いなことに損傷の修復は可能よ。過負荷をかけなければ CPU コアに電力を流せるはず。つまりみんなが邪魔をしなければね。彼女は可愛いわよね。申し訳ない、イングラム。心配しないで。何点か衝突しているかもしれないけど、悪い方に対処してきたわ。それにドクター・リーが怒るのも無理はないわ。プライムの当初の設計者の一人と研究しているの。当初より少しは良くなっているのかわからないわ。実は研究はとても順調に進んでいるので、アクチュエーターの建造を開始してもらうつもりなの。アクチュエーターは何をするものなんだ？実はとても簡単。アクチュエーターはリバティプライムの腕や足を動かせるようにするものよ。プライムの新しい手足は従来の単純なハイドロリックピストンのためずっしりと重いわ。それらを調べ上げて電磁石を使った新システムを構築し、彼の手足に実装しないと。お願いしたいのは代わりにアクチュエーターを建造してもらうことよ。もうアクチュエーターが何なのかは知っているようだけど、作り方を知る必要があるわね。これが計画書と材料表。なくさないで。そんな顔してないで。リストにある材料がちょうどこの空港に豊富にあることが分かったんだから。行って見つけてきてほしいのはハイパワーの磁石だけよ。プロクター・クインランによると、見つけるのに一番いい場所は連邦周辺にある荒廃した病院のどれかの中よ。必要なハイパワーの磁石の残りを見つけるためにすでに数チームを送り出したの。あなたが戻るまでには戻るはずよ。一旦各手足に一つずつ必要なアクチュエーターの建造を開始してしまうと、全部で4つ建造しないといけなくなる。幸運を祈るわ。さあ行こう。
歩くと本当に疲れるよ。失礼しますが、パラディンダンス。任務を続ける準備はできたか？準備完了だ。了解した。切符の確認に来る人はいないと思うぞ。一声かけてくるだけでいいよ。私はアンコブレイクを入れたいんだ。よう、そう来なくちゃな。変な姿。そうですね。失礼しますが、プロクターイングラム。全部で4つのアクチュエーター、引き渡し完了。いい仕事ぶりね。予定通りね。プライムの基本機能の回復が完了した。準備完了よ。実際すぐに動けない理由を組織に説明するのが難しくなってきている。スクライブがアクチュエーターを適正な位置に設置すれば、彼の腕や足のインストールもすぐ終わるでしょう。そしてそれが新しい任務になるわ。間もなくプライムは歩いたり話したりできるだろうけど、最後の重要な要素が欠けているの。核爆弾よ。それがなかったら攻撃システムがピーク容量で動作しないわ。プライムは何を装備している？プライムには2つの武器システムがあるわ。アイレーザーと核爆弾パックよ。アイレーザーは数百ヤード離れたところから敵を狙い、かなり正確に仕留めることができるわ。核爆弾はマーク28核爆弾を改良しているわ。戦争中はよく爆撃機から投下していたの。たった1個の核爆弾が 3,4 個のヌカランチャー弾に相当するわ。つまり被弾すれば全て再起不能になるの。アイレーザーはほぼ準備できているけど、パックに搭載する核爆弾がなければ半分以下の能力で戦うことになるわ。問題にはならない。どこにあるか教えてくれ。残念だけど無理ね。プライムの爆弾パックはマーク28核爆弾用に装備されているわ。同じタイプの爆弾が最終戦争中に爆撃機から投下されたの。連邦は空軍の主要な集結地だったから、見つけるのには苦労しないだろうと思っていたわ。しかし到着して以来、偵察部隊は一つも爆弾の位置を特定できていないの。それは問題になるわね。満載の核爆弾パックがなければプライムはインスティチュートと戦うための射撃能力を保有できないのよ。アクチュエーターのように核爆弾を建造することができるか？すぐに1000個の核爆弾のケーシングを建造することも可能だけど、中身がなければ始まらないわ。マーク28には特殊な核弾頭があり、適切に爆発させるためには核分裂性物質の正しいバランスが必要になるの。つまりカクテルを作ってあげたいところだけど、酒を切らしていてできないのよ。しかし希望を捨てるよりむしろ、実際ここには希望の兆しがあるわ。プロクター・クインランは核兵器の保管庫として使われている軍事施設に関する記録を探したの。これにマーク28の備蓄が含まれているのはほぼ間違いないわ。問題なのはその施設が輝きの海のどこかにあるということよ。かなり確実とはどういうことだ？そこにあるのか？ないのか？輝きの海は大量の放射能を浴びていて、反響を呼ぶ測定値と偽陽性を示しているわ。これに関する記録を信頼するしかないわね。スクライブヘイレンは輝きの海の辺境に通信地点を確立したわ。核爆弾を見つけ次第航空機で運搬できるように、まずはそこに行って信号のプロトコルを確立した方がいいわ。あなたが戻るまでにプライムを起こしてこんにちはと言えればいいのだけど。幸運をないと。